トールのオンフライデー、離婚プラスリボンは R の幸せです。今日もご覧いただきありがとうございます。私は離婚で悩んでる顔を笑顔にする夫婦専門カウンセラーのリボンコンシェルジュ飯野直美です。長いですね。今日はですね、まだ来てません、岸里徹さん待ちですなので勝手に先に進めたいと思います。はい、はい、で今日のリボンの騎士は、はい、キャリアコンサルタントの堂谷由紀子さんです。はい、よろしくお願いします。今日は10時からね、はい、会ってずっと打ち合わせをするって言ってたんだけれども、はい、全く打ち合わせにならずテレビでね、この番組の話でないことで ねもう盛り上がっちゃってね、はい、すごくこれが楽しみだね。はい、はい、では最初にですね、堂谷さんのじゃあ今までの、そうですね、離婚というか、まあ今までのそのですね、今日までの離婚の話とかお子さんの話とかいろいろあると思うんですけれども、はい、まず最初にそこじゃあお聞かせ願いますか。これまでのことですか。はい、そうです。はい、ですね、大学時代にの同級生、はい、ごめんなさい、私、もちろんこれ皆さんあれですよね、離婚される方ですよね。はい、でそうです。最初の結婚は、はい、大学時代の同級生と学生時代からお付き合いをしていて、はい、うん、で26の時に結婚して、うん、で35歳になる年に、はい、別れました。うん、でその後38の時に再婚いたしまして、うん、でその後出産19で出産して、今子供が9歳、うん、っていうところ年齢もね、うん、おのずと知れてくると足しちゃダメ、足しちゃダメ、はい、絶対足しちゃダメ。はい、はい、そうですね。はい、で1回目の時に、はい、その離婚をしようと思った時に、うん、まあ、聞かせるで、お話できる範囲でいいんですけど、あ、来た、こんにちははい、来ました。はい、はじめまして。じゃここで自己紹介、キャリアコンサルタントの堂谷さんです。はい、岸里徹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうどガムが来るのかと思って、岸里徹さん、はい、ガムなのかな。ガムです岸里徹さんです。岸里徹でございます。はい、よろしくお願いします。今ちょうど、うん、離婚をされて、はい、今結婚されて、はい、お子さんが一人いますよっていうところまで話をしました。はい、はいはい、ここからじゃあ実際に、はい、結婚をしてから離婚するまで、うん、どんなことで、ね、離婚になってしまったのかっていう、うん、その辺をね聞かせていただけたらなと思うんですけど、はい、はい、耳が暖房になったり、どこから、はい、どうですね、本当に、じゃあ、じゃあさ、離婚した理由を聞いちゃってもいいですか。そうです、うん、結構経済的な問題が大きくてですね、うんうん、実はうちと全く同じなの離婚の理由が、ね、なんか最後の方は、うん、家に帰ってきたら、うん、こう水道の蛇口をひねったら、うん、お水は出てこないみたいな、はい、逆にジュースが出てくる、そういうわけじゃないですね、ジュースが出てくるかなってでもそれで慌てて、うんうん、実家に帰るとかいうこととかあったりして、で結構困窮してたんですけれども、でまあそれでその被害が、まあ今までは私のところで抑えられてたんですけれども、これがちょっと両親とか兄弟とかに及んでは大変っていうのが、まあ直接的な原因ではあるんですけれども、もう最初にね、私がキャリアコンサルタントの人をお仕事一緒させていただきたいなと思って探してる時に、はい、一番最初に、ね、会った時にその話で盛り上がったんですなるほど、もういかに自分の元夫がどういう人だったかっていうので盛り上がって、まあ、詳しくは個人情報なんでね、はい、言わないですけど、まあとにかくね盛り上がって共通点がすごく多い離婚でした。はい、ただですね、はい、離婚したのが4月の、まあ、下旬だったんですけれども、詳しい日時は忘れてしまったんですが、うん、はい、でもそれを決めたのは4月のなんか頭だったんです、うん、2日とか3日とかそういう日付なんですね、1ヶ月かからなかった、かからなかったです、うん、でそれまでは全く離婚しようとは思ったことが1回もなくって、こう例えばもともと両親から反対されていたんですけれども、もうそれはもう全くありえない、意地でもないみたいなことだったんですが、それより前に冒頭5分でいいのかなって感じなんですけれども、死のうと思ったんです。死のうと思った、もう死ぬしかないなって、その
あの水道が出なくなった時に、はいはいはい、もうこれは、うん、あの家族にも迷惑はかけられないし、うん、あの私としてもあまりもう希望がないので、うん、あのもうこれはもう死のうって思っていて、うん、であのいいですかこのまま。どうぞどうぞどん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 、ね、もうあの決めて、うん、当時その頃ダンスを結構夢中になってやってたんですね、はい、習っていて、でちょうどダンスの発表会が4月の頭にあって、うん、でもうその時まではとにかくそれに夢中になってやろうって言って、うん、もうすごく必死だったんですけれども、うん、でそれが終わって、うん、で翌日がなんか日曜日だったんですね、はい、で日曜日の晩にもう人生終わりにしようかなと思って、うん、あのもうそういう身支度というか考えてたんですね、うん、で最後にその、本番の次の日普通にダンスのレッスンがスポーツクラブであって、はい、で私としてはまあ心の中であのこう皆さんにさよならってあの言ってる、あの言いたかったのと、うん、それからあの子供の頃に読んだ宮沢賢治さんの多分エッセイだと思うんですけれども、うん、なんか四季を感じた宮沢賢治が、はい、なんかオキシドールで身を清めたっていうなんかね、はい、ありましたでしょ、で下りがあったので、うんうんうん、やっぱりここは汗をかいてシャワーを浴びて身綺麗にしておきたいかなっていう神経が働いて、うん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 、でダンスのクラスに出たんですけど、うん、まあ、当然ボロボロだったので気持ちがね、うん、あのもうあまりうまくできず雨なのか涙なのかわからないっていう状態で、うん、で終わって、うん、じゃあシャワー浴びに行こうって言って、うん、更衣室に向かって歩いて行ったんです、うん、それが螺旋階段だったんですよね、螺旋階段で、うん、螺旋階段下ろうとした時につまずいたんですよ、うん、でわーって言って、うん、螺旋階段の棒をガーって柱掴んで、うん、おーびっくりしたでね、うん、やだやだこれもう落ちるところだったじゃないって思ったの、うん、でその瞬間びっくりして、うん、あ、はいはい、あれって私教師のよねって、うん、でなんで教師の私がおーびっくりしたとか、うん、助かったって思ってるんだろうって思って、うん、びっくりして、うん、動揺した瞬間に、うん、まあ、今年なんかの流行語のようになってしまったんですけれども、はい、卒業っていう言葉が突然こう天から降ったようにパッて見えて、うんうん、あ、私離婚はできないと思っていたけど、うんうん、卒業はしてもいいのかもしれないっていう、うんうん、急に自分の中で神様がつまずかせてくれたんだね、うん、はい、命をね守らせて、うん、急にゴーサインが出て、うん、そうしたら、うん、なんかこう今だってやっぱり思ってしまって、うん、もうシャワーをそこそこさささっと浴びて、うん、電話であのその元の夫に電話をして、うん、ちょっと話をしたいから、うん、あのデニーズに来てくれないか、うん、近所の、うん、で来てもらったんです、うん、でそしたらあのそのでなぜ近所のデニーズって決めたかというと、うん、まあ、とっさだったんですけれども、うん、よく考えるとドリンクバーってデニーズないんですね、うん、はい、でだから持ってきてもらわなくてはいけないと、はいはい、であと、まあ、家の中っていうのはやっぱちょっと怖いかなって、別に全然 DV って暴力狂ったり全然ない優しい人だったんですけれども、うん、やっぱなんかちょっとなんとなく勇気がいるなと思った、うん、人目がつくところがいいなと思ったので、うん、デニーズっていうところだったんですけれども、まあ、離婚した後に、うん、たまたまあのほぼ同時期にやっぱ離婚した知り合いの方がいらして、はい、その方もやっぱりデニーズって言ってたんです、はい、なのでもしかすると、うん、デニーズはいいのかな、デニーズ、うん、離婚して縁切りだなみたいな、デニーズ縁切り店のようにでもあのその、はい、あれデニーズでデートしたから若い子若い頃な、それがうまくいかなかったです。デニーズかもしれない。縁切りが多いからね。もう縁を切るエネルギーがこう満載なデニーズ。そんなこと。あ、デニーズの場所。そうでもすごい、ね、私は大好きなんでご飯は。確かに、はい、あの家で話すと二人だけなので煮詰まっちゃうけど、はい、他人の目があった方が、うん、あのいい時ってありますよね。うん。だそこは、うん、まあ、理解もある人だって。うんでしたし、うん、別にその暴力系とかそういうタイプではなかったので、うん、まあ、穏やかに話を聞いてくれて、うん、あのじゃあ2週間だったか1週間だったか分かんないんですけれども、うん、一度考えてみてって言われて、うん、そうだねってさすがに私も走りすぎたかなって思って、うん、じゃあそれからこう10日ぐらいの間に、うん、あのまあ、いろんな人に話をしてみて、誰か一人でも、うん、あの反対したらちょっともう一回考えてみようって、うん、私も心が動くかもしれないなんて思ったんですけれども、うん、まあ、周りは
その元の夫ってそういうなんか結構ラブリーな人だったので、うん、すごくみんなに愛されるキャラなんですね、うんうん、なんか彼のことを悪くは言わないんですけど、うん、あの決して悪くは言わないけど夫婦関係として終わりにしてした方がいいんじゃないかと、うん、みんながこう口を揃えて言うので、うん、あもしかするとそういう夫婦の形としては終わりにした方がやっぱりいいのかもしれないななんて思ってそのまま一気に、うん、あのことを進めました、うん、その共通点として私も絶対離婚はしないって決めて4年半ずっと悩んでいてどうしようどうしようって思ってたんだけれどもある時もうねお金もまた借金作っちゃったしどうしようってなった時にあもう離婚だなってやっぱ思った瞬間ってやっぱあるんですよね。私も絶対離婚しないって決めてたから頑張ってたし子供のために我慢するって決めてたし決めてたのに突然のようにあ離婚しよう離婚するしかないって思ったんですね。その瞬間ってやっぱあるんだよね、うん、そうすると気持ちって180度カキンって変わる。そうですね、うん、すごい変わっちゃうんですよね、うんうん、あのヘレンケラーが水をバッとかかったようなウォーターみたいな離婚みたいなでも何でもそうじゃないですか、うん、離婚に限らずなんかこの瞬間にちょっとひらめいてあこれだって思う時ってあるじゃないですか、うん、人生の岐路って、はい、そんなもんですよ ね、 そうですね意外と、うん、悩んでる割には決める時には早い、早い、うん、あのまあ、性格的なものもあるんですけれども、うんうん、私の場合はあの割と他のことでもコップの水が溢れてるのに割と気づかなくて、うん、で周りは大丈夫大丈夫っていうのを、うん、平気平気って言いながらも突然ね、うん、自分の中で気づいた瞬間に、うん、おコップから水が溢れてるっていうと急にパーンっていう投げ出すじゃないですけど、うんうん、瞬間があって、まあ、それがその時だったのかもしれないかなとは思うんですけれども、うんうん、旦那さんの方はそういう離婚とかっていうのをそれまでにチラチラ浮かんだりしてたんですか？多分私も考えてなかったし、うん、彼も考えてなかったと思います、うん、というのが、まあ、その結構そういうあのお互い依存度というか、うん、高い、うん、あの夫婦だったので、はい、あのまあ彼が曰く、まあ、自分がいなかったら私とかがねこう一人で生きていけないんじゃないかみたいなことをよく言ってたりもしていたので、うんまあ、私もそういうふうに思っていたので、うんはいうん、自分一人だとそれこそ仕事をしていても、うん、あのこうファックス一枚満足に送れないって思ってましたね。仲は良かった、うんうん、よく喋ってましたね、うん、あの今で言うところのあのさっきも打ち合わせの時にそこだけちらっと出たんですけど、うんうんあの結婚生活9年あったんですけど、うん、あのほとんど家事らしい家事もしてなかったので、うん、で子供もいなかったので、うん、あのすごくバーチャルな感じでしたので、はい、なんだろうなんか友達と一緒に住んでた感じでしたね、うんうんうんそうそうでも何でももう話だから何でも話ができて、うん、もう本当に気も合うし、うんまあ、仲がいいんですけど、うん、お金のことだけがお金のことだけどうしてもっていうのが、うんうんうん、まさにうちも同じです、ね、今度こそ、うん、今度こそ、うん、またみたいなのは、うん、それはなんかお仕事を転々としたとかってじゃないですね。あの、うん、使っちゃうん、使っちゃうん、うん、使ってしまうんだと思います。あの収入は結構あったんですよね。ありましたね、うん、はい、うんなんですけど、うん、まあそうですね。何に使っちゃう？私も詳しくは知らないですけど、あの多分飲んだりとか、うん、かけごとは多分しないタイプだとは思うんですけれども、うん、多分自分の何かそういうことでこう気前よく使ったりとかしてしまったのかなとは思うんですが、楽しくなるとパッパッパッパ使っちゃうタイプなんだよね、きっと。悪気はないんだけどって、うん、怒っちゃったりとかね、うん、気よくなって、うん、ただですね、あのまあ、離婚後の話になるんですけれども、うん、そこから数年間なんですが、うん、あの夢をね、まあ、2種類の夢をすごくよく見てたんですね、うん、定期的にシチュエーション変わるんですけど、うん、一つの夢はなんか ATM とか何かお金を支払うシーン、うん、お金を引き出すシーンで、うん、こうバッと後ろから現れて取って逃げちゃったとか、うん、で実際リアルではないんですよ。そんなことはなかったんですけど、うん、なんかそれに向かって声が夢の中だから声が出ないので、うん、でなんか返して
してでも声にならないっていう夢が一つと、うんうん、もう一つがまあ、こちらの方が自分には内省的な夢だと思っているんですが、うん、ひたすら掃除の夢なんですね。で、まあ、大学時代、まあ、同じサークルだったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、雑誌を作るあのサークルに所属してて、その部室すごい、まあ、本もいっぱいあったし、うん、タバコとかねお酒とかでなんか臭かったり汚かったんですけど、うんうん、その部室を思わせるようななんかすごい昭和なアパートに自分が住んでるシチュエーションなんですね、はい、うん、で帰ってくると足の踏み間もないくらいゴミだらけなんです、うん、でそれに向かって、うん、はぁーって思いながらひたすらゴミ袋にゴミを入れるとか、うん、掃除機かけてみるっていう夢 で、うん、でそれが五感に来るとか匂いまであるんですよ、リアルで。でそれをまた何度も何度も見るっていうのがあったんですけど、数年経ってでだいぶ落ち着いてきたら、うん、最後にその掃除を見た夢はもうね夢の中でわかるんですよ、うんうん、また出た、またこれが出たって最後の方はね、うんうんうん、今回どうやって片付けようかなって思いながら本当になんか片付けたりとかしてるんですけれども、うん、そしたら最初窓がないお部屋だったのに、うん、最後 あれって窓があるお部屋だったの、うん、でふって見たら都心のはずなんですけど、うん、富士山が見えた。でなんか夕日がすっごい綺麗で、ああこの家ってこのアパートこんな綺麗な夕日が見える家だったのねって言って目が覚めたんですけど、うんうん、そこからね一回も見てない。夢ってすごい。それこそ卒業したんだ、 その夢を。本当に卒業したんですね。で当時はやはりなんかこう自分が、うん、まあ、お金だしねってずっと抱えてたって、うん、その後もずっと割と2年ぐらい前まで返していたので、うんうん、ずっと借金背負ってるっていうイメージだったので被害者な感じだったんですけれども、うん、いやいやでも被害者役をそんなね20年近くやってるわけはないので、うん、やっぱ自分がそれで良かったからっていうメリットがすごいあったので、うんうん、なんかその、うん、それはその相手だばっかりを責めるのではなくて本当自分に合ったなって、うん、それは私が悪いっていう話ではなくて、うん、私は私ですごく必要だったなっていうのは、うん、なんか改めて思いますよね、うん、必要だったって感じ、うん、意味があって結婚してるんでね、そうです、そうです、その時間も、はい、この時間も全て意味があることなの で、うん、無駄なことってないですもんね、うん、うん、そうですよね。じゃあここで一回リボンした瞬間いきましょうか、はい、今日プレートがないんですね、はい、はい、なのでリボンした瞬間、はいはいはい、どうでしょうか、はい、そのリボンした瞬間は、はい、その当時ずっといつかって思ってたんです、はい、例えば、うん、いつ次入ってくるかな、来月、あそっかじゃあ来月かなみたいな感じで、うん、今は大変でもいつかは絶対来ると思ってたんですけど、うん、ある時にその頃、うん、まあ、ちょうどそのね自殺しようかななんて思った頃に思ったと思ったのは、はい、あれいつかっていうのは、うん、待ってても来ないかも、うん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 、いつかは自分で起こさないと行動しないと来ないものかもしれないと思ったのが、うんうん、おそらくリボンだと思います。そうですよね、うん、だから行動に移ったってことですよね、はい、うん、悩んでらっしゃる方ってね、うん、自分をごまかすっていう言葉が正しいのかわからないけれども、明日になったらとか、うん、よく私のところね、よくはその私のところに相談される方はもっとあれなんですけど、お友達とかと話してるとね、例えば旦那さんのことをああでもないこうでもないってやっぱ不満に思うことっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、言うのは全然構わないと思うんですけど、うん、子供が大学卒業したら離婚してやるとか、うん、そういうふうに思ってている人がいて、はい、私それ悪くないと思ってるんですね、うん、私きっと離婚したんだろうなと思って聞いてるんですけど、うん、そういう人ってね、だけどここになったら離婚するよ、離婚するよって思うことによってここが納得できるっていうか、うん、なんか気持ちを切り替えられるんだろうなと思って、ここだから今我慢できるっていうのをずっと持っていくんだろうなと思うと、まあ、それもそれでそれでうまくいってうまくいって離婚しないで済んで、このここの時点でうまく卒業していけるんだったらいいのかなと思っていて、うん、である人がね、実はずっと子供が大きくなったら離婚してやるって言ってたんです、うん、いざ大きくなりました、うん、子供2人とも働きました、もう子供は1人はもう巣立って別のところに住んでます、離婚しないんですね、うん、で
今度楽になっちゃったんですよ。子供が育っていっちゃってる、うん、自分は子供に学費がかからないから、うん、バイトもしなくて家にいて、うん、主婦をしていて、うん、旦那さんは働きに行って、うん、あと自由な時間じゃないですか、うん、離婚したら働かなきゃいけなくなっちゃうでしょ、うん、もう 今はもう離婚するって言ってません、うん、一言も、うん、そうですね、うん、だからいつかっていうのって意外と悪くないなって思うんですよね、うん、それで結局幸せなわけじゃないですか、うん、今結果的にね、その方なんかは、うん、だからね、東谷さんのようにいつかと思って今、うん、ってなった人もいれば、うん、いつかでずっとこう持っていく人もいて、どっちもありですよね。そうですね、うん、捉え方によってね、そうですよね。私はね、いつかっていう言葉で、うん、あのなんかこう、そしたらなんかこう、うん、白馬の王子様じゃないですけど、うん、奇跡がね、ミラクルなことがやってきて、うん、もうとんで一気になんかもう大どんでん返しのように一気に物語が好転するって、すごい自動的な感じ、うん、まあ、受動的ね、うん、すごい受け身な感じだったんですよね、うん、なので、まあ、すごく自分の中でも、うん、私絶対稼げないって思ってたりとか、うん、その呪縛もあの大きかったですね、うん、なんかあの白馬の王子様はやっぱりやってこない。どうですか。ずっとさっき聞いててね、年に1回ぐらいさ、うん、離婚した男スペシャルやろうよ。あ、いやそうね、もう女性の立場でのいろんな話ずっと聞いてて、うんうん、やっぱりすごく面白いんですけど、それに対して、うん、じゃあ男はどう思ってたかっていうのを1回本音で聞いてみたいなと思いながら、うん、なんかその、うん、白馬の王子を求められた男性陣は一体どうね、うん、答えるのかっていうのも、うん、どうなんでしょう、ね、その白馬の王子様役の人も、うん、例えば離婚を経験してきている人なのか、うん、初婚の人なのか、うん、それともどうなのかって、そういういろんなね、うん、シチュエーションあるよね、うんうん、ちょっと知りたいですね。だから例えばほら30過ぎて、うん、独身の女性がいて、うん、なかなか付き合おうと、もうここで付き合っちゃったらもう、うん、決まっちゃうよなとかっていうと、うん、なかなかそれに踏み切れない男とかっていたりするじゃないですか、うんうんうん、でそれがだからそのね、はい、そういう立場での白馬の王子っていうのはそれなりのやっぱり、ね、うんうん、あると思うんですね、考え方がきっと、うん、そう、なんか当時思ってたのが、うん、あの、まあ、もしかすると、はい、その私が割とそういう生活感ないというか、うん、若干浮世離れなところを性格が持ってたので、うん、性分だったので、まあ、その元の夫も、うん、そんな私に苦労させたくないという気持ちも本当にあったんじゃないかなと、うん、だからまああの言えなかったところもあったのかもしれないと、うん、もう思いますけど、そういう部分もね、うんうん、話聞いてたら本当すごく同棲っていう感じで結婚してるんだけど、うん、生活感が全くない夫婦でしたもんね、うん、なかったですね、うん、でびっくりした、さっき楽なんだろうね、はい、そうでしたね、うんうんうん、なのであの今の結婚で再婚した後に一番驚いたのは、うんうん、お醤油とか、うん、お酢とかってなくなるんだって、うん、さっきそれ聞いて、って当たり前じゃんって思ったんだけど、調味料とかってこんなに頻繁に買い足すんだ、うん、あ、だからみんな大きいサイズ買うんだって驚きました、ね、うん、そうです、減るもんなんです、はいはい、うん、そうなんです。じゃあ次に行きましょうか、はい、じゃあ昔のあなたに言ってあげたいこと、はい、どうでしょうか。そうですね、はい、そう、なんて言うんでしょう、うん、本当にそのいつかでその夢を見てたので、うん、何か大逆転起きるミラクルなことっていうことばっかり考えて、うん、割とこう頼るとしたら占い師さんじゃないんですけども、うんうん、なるほど、でちょうどスピリチュアルブームの先駆けの頃だったので、うんうんうん、なんかそういったことに頼ればなんかミラクルなことも一気に起こるんじゃないかっていうのを思ってたんですね、うんうんうん、だからなんかそうね、なんかあの、うん、そう今の生活だったら、今だったらそのそういう、あれごめんね、なんか、あ、そうそうそう、うん、今の生活を具体的にどういうふうに変えたらよかったのかみたいな現実を、それこそリボンコンシェルジェに相談すればよかったというか、うん、でも当時そんな存在も、うん、ねえ、今なんかそういう市区町村とかでもそういうね、うん、あの助けてくださる方たくさんいますけど、うん、そういうことに相談できる窓口があるってことも全く知らなかったですね、うん、知られてないですよね、はい、私夫婦カウンセラーですっていうふうに名刺とかすると、うん、え、こんな職業あるんだってやっぱ言われますよね、うん、はい、
必ず第一言目、ってあとほら夫婦カウンセラーっていう、あの話すと、夫婦で一緒に行かなきゃいけないものとか、でもそれを専門にやってらっしゃるとか、それもメニューに持ってらっしゃる方いらっしゃいますね、でも人にそういうことをその自分の今の生活を、あの相談するっていう発想はなかったですね、そこがこの番組の存在意義だもんな、そういうの知らない、誰も知らないですよ、本当知られてないんだなと思うし、この間もねセミナーやった時にアンケートを書いていただいた方が、本当に知らない人がいっぱいいるので、とにかく早くいろんな方に知ってもらうようにしてくださいってね、言ってもらって、絶対そうですよって、知らないですからって、私もたまたま知ったんでって言ってた、やっぱ知られてないんですよ ね、 そ, うですね。でそれが、あのね、あの飯野さんもおっしゃってるように、別にゴールが離婚ってわけではなくて、それがまた新たな、あのいい意味での自立の形、あの結婚生活っていう形を残しながら自立をしていく形もありですし、なんかいろんな可能性が実はあるのに、あのこうね、離婚なのか何なのかみたいな、すごく狭まって考えちゃうかなと。それこそね、なんか離婚っていう概念は私の中では許されないので、それだったら死しかないみたいな、あの本当シェイクスピアみたいな感じですけど、本当に究極の二者選択だよね。でも実際問題知らなくてよかったでしょ、今すごいお子さんも生まれてね、幸せになっていらっしゃって、やっぱりそこにこうなって、どん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 視野が狭まってきて、それこそ一歩引けば、なんで離婚と死なのっていう、なんでこんな2つの選択肢を残しちゃったのって思うんだけれども、一人でずっと考えてると選択肢がだんだん減ってくるんですよね。あとなんか働くっていうことに関しても、今そういうキャリアコンサルタントって仕事もしてますけれども、なんかこう専業主婦かフルタイムかぐらいな、極端に触れちゃったりとか、とりあえずちょっとまずはゆるゆると働き出してから、その次にまた考えようっていうのと、なんかまた一社ね、社を重ね、社歴を重ねなきゃいけないんじゃないかぐらいに、あの、割と真面目に取るじゃないですか、皆さん。で、私自身もそういう捉え方をしていて、あのやっぱりそのね、離婚か死かぐらいですけれども、どうしても人って極端な、あの困ってくる、あの本当に困ってきたり悩んでると、とかく極端な、あの選択にっていうか、あの方向に走りがちだなって、狭くなってっちゃうんだよね、そうですよね、視野狭くなりますよね。だからその仕事に関してもね、こういうキャリアコンサルタントのその話をすると、まずアルバイトから始めてみませんか、私自分のカウンセラー、カウンセリングするお客さんでね、専業主婦で子供が小さいんですって言ったら、離婚をしたいって言ってもすぐには無理ですよっていう時には、とにかくバイトしてみない、週に1回でもっていう、ちょっと環境を変えるとか、はい、も含めてね、で自信をまず失っちゃってるんですよ、自分が働くってことに関して、私もう働けないんじゃないかとか、本当働くことに対しての、なんていうのかな、緊張度というか、自信がないかできないんじゃないかとか、もう私なんか仕事してお金もらえないんじゃないかみたいな、旦那さんがお前なんか稼げないとか言われちゃったりとかしてるので、余計どん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 自分の中で難しい難しいって思うんですよね、で意外といや絶対仕事できるよねっていうようなスキルを持ってたりとか、キャリアも持ってるにもかかわらず、なぜか今のその方は自信も、ないっていう風になっちゃうことがよくあるんですよね。そういう人にはもうとにかくそこそ本当にアルバイトから、私その、この私も、あの当時ライターとか、PR のお仕事をしてたので、ものを書くっていうことが多かったんですね、で元の夫が、プロのライターだったので、あのこう原稿を出す前とかは、彼にチェックしてもらって、原稿チェックしてもらったものを納品するっていう形を取ってたんです、なのでやっぱり離婚した後もそれはちょっと頼りたいかなみたいなところがあって、しばらくの間ちょっとメールで、あのそこの原稿だけチェックして してもらったり、あの構成してもらったりしたことが何度かあったんですね、でそれを知った時に私の友人であり、当時 の、あの担当編集の女性なんですけれども、友人が、あの、そのこと私がちらって何かで話をしたら、すごい勢いで怒って、それ今すぐやめてって言って、で、あのそんなに原稿が心配だったら私が見るから
って言って、うん、そういうことで、うん、あのそのね、あの、うん、ズルズルするのは良くないって言われて、ですごくびっくりしたんですけど、うん、もう私的にはすごい怖くて、うん、だって私の文章なんかで、うん、そのね友人に見せて、うん、もうその友人ががっかりしたらどうしようって思って怖かったんですけれども、うん、まあしょうがないっていうことで、でも立ってそのまあ友人だったりその時の担当編集にもうそれからドキドキしながら見せるようになって、うん、で皆さんが呆れた顔をしながらね呆れた顔したんですちょっとなんかため息つきつつ、うん、でもまあ形に世の中には出ていくようになって、うん、そこもちょっとね、まあ、藤子不二雄が藤子 F 不二雄と A 不二雄になったようなもんだわな、はい、そうですね、うん、でなった時に、まあ、一つ思ったのは、うん、実はそこまでいっぱい直されては本当はいなかった、うんうん、そうですよねきっとね。ただ、うん、あのただその昔の結婚してた時代に書いた原稿をこの間たまたま見返したんですけど、うん、まあ、非常に伸びやかに書いていて、うん、多分今より上手いかもっていう感じだったんです、うん、でそれは何だろうと思ったら、うん、多分安心感で書いてたんだなって、うん、見てくれるからっていうね。そうですそうです、うん、でそこがあった話だったななんていうのがあったんですけど、まあ、その時にその経済的なっていう意味では収入はまあずっとあったわけなんですけれども、はい、なんかこう初めて自分で書いた原稿を納品した時になんか自立みたいな、あ、はい、もう一つのリボンかもね、うん、あそうかもしれないね、うん、完全そこで元旦那さんと切れたってことですね。そうです、気持ちがね。そうです、で、うん、その友人であり担当編集だったその方が、うん、あの今回書けてたよとか、うん、面白かったよって言ってくれた時にすごくこうほっとしたみたいな、うんうん、いいね、うん、いろんな瞬間がありますね。そうですね、で、うん、それをなんかこうビジュアルで例えるとすると、うん、あのやっぱ当時離婚直後特に思っていたのがですね、はい、あの例えば池があるとして 池、うん、池の中に私が、うん、あのこうこうあの溺れてるわけですよ。で、あ助けてってやってるんですけど、うん、そしたら友人や家族がわーって周りに、うん、あの岸辺にいてくれて、うん、でみんなが木を差し伸べてくれたり棒を差し伸べてくれたり、うん、あと頑張れって言ってくれたりって言って、うん、みんな応援してくれるんですけど、誰もあの池の中にドブッと入って、うん、なんか一緒に溺れ死ぬ可能危険性をね顧みず助けてくれる人はいないって思って、うん、ものすごくこうへこんでたんですね、うん、なんですけれども、うん、いやあの、まあ、それがいや実はパッて立ち上がってみたら膝丈でしたみたいな、うん、あれ膝丈の池みたいな、でちょっと一歩でも歩けば棒なりね木入れがいっぱいあってみんなが助けてくれるんだみたいなのもすごく体験できてよかったなと。その時にはもう被害者意識なんでしょうね、うん、もう完全誰も助けてくれない私なんてみたいな。そうですよ、うん、でその頃って、はい、多分ね離婚 の経験者の方だったら皆さんあるのかなと思うんですけれども、うん、私の場合はあの二子玉川高島屋が、はい、にこうある時遊びに行ったんですよ、うん、一人で、うん、週末に。そうしたらもう幸せなカップルと赤ちゃんとか連れた家族連れでいっぱいなんです、うんうんうん、あそこ多いしね特にね、うん、週末はね、うん、ね、うん、そうしたらなんか自意識過剰にならない、うんうん、なんかこう不幸なの私だけとか、あれお一人様はあなただけぐらいな感じ で、うん、でそれから、うん、いやもう二度と行くまいみたいな、うん、もう自分以外みんな幸せに見えちゃうんだよね。そうですよね、はい、俺も中華街行ってね、うん、夜ね一人で食事するのがねすごい抵抗力、ね、うん、あでもわかる。なんかみんなの家族とか、うん、みんな食べてると一、うん、人で入るとなったらどうしようって思って、うんうん、いつも行く店でも一人じゃ入れなくて、うん、結局なんかボロボロでなんかテレビでもついてるようなね、うんうん、そんな店に一人で入ってくる。でもあそこってなぜかみんなで食べに来る人が多いから、うん、普通の中華屋さんでも一人で入りづらい雰囲気ってあるかも、まあね、中華街は、うん、特にあります、あります。観光できてる人も多いしね、うんうん、そうですよね。だからそのそれこそ実家に私は出戻ったんですけど、うん、両親が、まあ、当たり前ですけどねそれまであの生活いつも営んでるから、うん、両親が両親でお出かけする時とかも、うん、すごい羨ましく思ったり、うん、ああ両親もカップルなんだじゃないんですけど、うん、両親もいやそうか夫婦かみたいなね、うんうん、なんかすごい寂しいっていう、うん、ありましたね。そっか、そうですよね、うん。じゃあ最後のじゃあ、はい、いきますか、うん、結構時間いってますね、うん、はい、では
ですね、リボンコンシェルジュに聞いてみたかったこと。あ、重なっちゃった。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。やっぱりその先ほどもお話しした通り、うん、やっぱり今の生活はどうだったのかっていうこと、うん、あの占いじゃなくて、うん、今の現実が実際どうなのかっていうのを客観視、うんうんうん、したいかな、してもらいたいかななんて思いますよね。先ほどその話をしてる時にね、うん、思ったんですけど、実は収入があったんですよ、結構、うん、結構な金額あって、でも自分では離婚したら生活していけないかもしれないって思ってたからっておっしゃってたんですけど、うん、実はそういう人って多くって、あのいろんなタイプがいるんですけど、うん、夫からお前はどうせ食べれないとかやっていけないって言われてることによって、うん、自分の中ではもうできないできないって思っちゃってるから、うん、結構な収入があるんだけれども、うん、これでも食べていけないって思っちゃうんですね。思ってましたね。で、特に私たちのような夫が使っちゃってるからっていうのは、常にもしかしたらバンって返してくれっていうものがね、うん、いつ来るかわからないっていう恐怖をここに抱えているから、うんうんうん、いくら収入があっても不安で不安でしょうがないんですよね、はい、その多分気持ちですよね、はい、でその時に、ね、私みたいな、例えばあのカウンセラーに相談されると、うんうん、私なんかはライフプランシートっていうのを作ってあげて、うん、ほらこんだけの収入があるとこんだけの家賃とこ住めてこうやって生活できるんだよっていうのをリアルに見せてあげられるんですよね、うん、とかもしくは旦那さんともし別れた場合はこの借金なくなるよねとか、うん、そういうのでリアルに数字で見ることによって、あ、なんだやっていけるじゃんって思うことができるっていうのと、むしろやっぱり足りないからやっていけないって思った時に、うん、じゃあいくら貯金すればいいのとか、うん、じゃあいくらの収入になったら離婚できるのっていうのが数字で頭の中に入ってくることによって、うん、漠然とあこれじゃやっていけないかもとか、漠然といつ借金来るかわからないと思ってる不安がリアルなものに数字に持ち帰ることによって、実は明確になるから不安が解消されるんですよね。確かに今なんかこうお話を伺ってて、はい、久しぶりにその時のドキドキ感、はい、いつだろうとか、うんうん、今日はなんか、うん、今日もしかして突然お家帰って10万って言われたらどうしようとかありましたよね。あとお手紙みたいのがね、あ、そう来てて電話がかかってきたらどうしようとか、そうそうそう、電話が本当怖かった。なんか朝9時だかなんか過ぎた途端にガーって電話かかってきて怖かったな。そう、もう電話が鳴るとビクッてする癖がついちゃうんだよね、うんうん、それに関しては私が借りたいわけではないので悪くないじゃないですか、うんうんうん、でも電話かかってきたりすると、うん、私がなんかしちゃったような気持ちにこうすり替わるのが怖いなって思いますよね、うんうんうん、すごい思います。今のね、うん、多分3倍ぐらいは稼いでたと思うんですけど、はい、当時ね、はい、でもなんかすごくなんか今のが全然豊かさを感じるくらいなので、うん、まあ、そういうもんだったんでしょうね、うん、結局気持ちなんですよね、はい、目の前のお金がいくらじゃなくって、うん、それから食べていけるだけのお金があれば、あとは自分がどこに意識があるかだと思うので、心にゆとりがあって毎日探してると、うん、物質的なお金は前のがあったかもしれないけど、そうです、ね、心が豊かになってるからね、心の豊かさっていうのが大事だね。そうですね、うん、あとそのね、うん、そういうぜひあのリボンコンシェルジュとかにあの、うん、方にご相談してほしいなって皆様に思うのは、うん、私の場合は、うん、あのうちで子供が当時いなかったので、うん、まあ、そういう意味で身軽ですよね、うん、なんですけれども、うん、やっぱりお子さんいらっしゃる方だと、うん、どうしてもね子供のためにって思うと、うん、なんかまたなんかこう選択肢が狭まってしまう印象があるので、うんうんうん、ぜひね、そう、子供のために我慢してる人っているんですね、うん、で子供のために我慢してあげることが子供にとっても幸せだって思ってる人もいるんです、うん、かもしくは子供のために我慢することを子供のせいにして何とかやり過ごしてるっていう人もいるんですよね、うん、どっちも正しくなくって、はい、ちゃんとそこ向き合ってどう自分がどうしたいのかっていうところをきちっと自分と決めて、うん、じゃあどうしたいってところに行かないと、はい、子供も幸せにしてあげられないんですよね、結局は。で、うん、あの頃今そのね久しぶりに思い出して、そういえばそんなことあったななんてお話ししましたけど、うん、やっぱり火薬というか、うん、もう時間経つと忘れるし、そこもしかすると女性の強さかなとも思うんですけれども、うんうん、一回女性決めると
後戻りはないというか、うん、全く後悔ないですよね、うんうん、ない、うん、そう、そして、うん、あの自分でもそこが一番意外だったんですけれども、うん、本当に忘れちゃうんですね、うん、というかその、うん、なあのその相手のことも含めてですけど、はい、なんか普段思い出さないですし、うん、なのであやっぱそういうねなんか頑張り抜いた私たちだから、うんうん、頑張り抜くと、うん、もしかするとのその後は何のこう未練もないんだなと、うん、だから逆に言えば悩む時期っていうのも必要な時間、はい、必要ですね、うん、ああそうだね、うん、もう本当に感情的になって離婚してやる離婚するってことになると後でもしかしたら後悔することも出てくるかもしれないけど、ねうん、とにかくどっぷり悩んだし、はいとにかく暗いトンネルの中にずっといた時間があるからトンネルを出た瞬間からはもう後悔しない。そうですね、前しか見てないっていうことが起きてくるんですよね、うんうんうんまあ、正直でも、まあ、離婚してだからもう12年、うん、13年ぐらい経つんですけれども、はいうん、あのこのように冷静に振り返るというか、うん、あこれもあってあの生活もあっての今の私なんだなっていう風に、うん、大事な時期だったって思えるようになるなんて思いもよらなかったですけどね。例えば今回この番組に出てこうやって話してることで、はいはい、新しいなんか気持ちの気づきとかそういうのってあります？それともそれはもうあの確認できたものをお話ししていただいてるのかな。そうですね、なんかその確認できたことをお話ししてるというのもあるんですけれども、うんあのまあ、よりね、はい、やっぱりこう、うん、なんかやっぱり良かったなっていうか、うんうん、あ、 そう、あの時行動に移せたってことはとっても大事なことだったんだなとか、うん、あのいうのは感じますよね、うんうんですって。なるほど、うん、だから今日のねこの回を見た人が、うん、それを持って、うん、あっと思って勇気を持って、うん、そう動いて、うん、結構修羅場になったりすることもあるだろうな、うん、あの今回すごくなんか、うん、あの本当にね短期間でもう、ね、そうです。まあでもそれはやっぱり、ね、子供がいなかったっていうのはすごく大きかったと思いますし、当時の私 の、うん、あのライフスタイルというかその考えの中では子供を持つっていうのが全くなかったので、うんうん、まさか自分が、でも不思議なことで離婚した後に初めて家族を持ちたいって思ったのもすごく意外で、うん、家族というか次にもしご縁があるとしたら、うん、あの一緒に家族を作ってくれる人がいいっていうふうに思ったのもまた意外でしたね。普通ね1回目の結婚の時に1回目も2回目も結婚の時って家族を作るって思って結婚するんでしょうけど1回目の時には思わなかったっていうのがね、全くまた面白いですね。変わってるというか、その人と一緒にいられればよかったぐらいな感じだったんですよね。面白いですね。なんかね、で結局2回目はお子さんも産んで家族ね、そうですね、道谷さんでいう家族ができたんですよ ね、 そうですね。すごく意外だったのが、うん、あの生活の話、うん、まあ当たり前ですけど、うん、なんかそういう例えばその保険何に入るとかね、うんうんうん、そういうことって前話し合ったこと一回もなかったので、うん、びっくりみたい な、うん、なんか家計のやりくりとかいう概念もなかったので、へえって生活するって、うん、家族生活ってこういうことなんだって初めてね、はい、2回目の結婚にして家族を、ね、まあ、でもまだ甘いと思いますでも先ほどその岸里さんが言っていた、はい、子供がいたらとか、はい、いなかったらってすごく大きいと思うんですよね、うん、むしろ子供がいないとそんなに揉めないで、ない真剣でも揉めないし、うん、もううまくいってないのはなんとなく分かればそんなに揉めないし、はい、揉めたとしても被害者が少ないんですね、はい、当事者しかいないから。そうですね、でも子供がいると被害者が、うん、被害者って言っていいのが正しくないのか分かんないですけど、うん、でも子供は少なくても何の罪もないんだけど傷つくことは間違いないから、はい、そこがやっぱり揉める原因でもあるし、時間がかかってしまう、そうですね、悩んでしまう理由でもあるから、はい、なのでこのテレビを見てね、じゃあ気軽に離婚とはまあ思わないと思いますけど、今回あえてね、はい、そのスピード感も含めてお話できたのも、はい、今はこういうね、飯野さんのような、うん、あのこうカウンセラーがいるので、うん、安心してくださいって、うん、そのすぐこう走らなくて、うん、そうだね、だからそれによって、うん、逆に
ね、そう固まるところもあるだろうしね。でもしね、たとえじゃ離婚っていう道を選ばれたとしても、うん、その本人はもちろんですけど、うん、そのパートナーの男性の方もより良い未来につながるはずの第一歩になる、うん、新たな第一歩になるので、まあ、まずは自分で思い詰めず、うん、あの本当に相談する方が勝ちっていうのは思いました、うん、ちょうどうまい具合に話を振っていただいたので、はい、ちょっとじゃあ私のセミナーのお話をさせていただいてもいいですか、はいはい、とですね、今度は12月の1日に私も子どもも幸せになる再出発セミナーをやるんですけれども、今ねちょうど堂谷さんがお話しいただいたように、離婚した後でもあの夫も幸せになる、別に不幸になるわけではない、自分も不幸になるわけではないっていうのがあると思うんですけれども、私このセミナーの中で三方よしっていうことを言っていて、三方よし、はい、三方よしって何かっていうとね、あの離婚するときに例えば揉めるじゃないですか、はい、口も聞かない相手と突然離婚の話し合いをすれば、それはお互い批判ですよね、喧嘩になっちゃうじゃないですか、で喧嘩して離婚をするとその次何が起こるかっていうと、じゃあ養育費払ってやんない、で子供を引き取った方の親はパートナーに、元パートナーに子供をなるべく会わせたくないっていう思いがあったりとかしてて、で面接権っていうのがあってね、会わせなきゃいけないってことになるから会わせるんだけれども、心の底から会わせてあげたいと思わないから子供は気使うんですよね、分かるから。だから例えば母親が引き取ったらパパと会いたいって言っちゃ悪いかなみたいな、そういう気を使った関係になっちゃうんだけれども、実は揉めないできちっと話し合いをして、お互いがお互いの方向に向かっていくんだよじゃないけれども、そういう形でいい形で離婚をすると、パパも子供にいつでも会えるよって環境ができるし、子供もと母親は母親で養育費を、子供と父親が合ってるから父親も子供可愛いから、あ払ってやんないかなこいつのためにって思うから養育費を払うっていうことが起きてくるから、で子供もね両親にちゃんと合ってるからすくすくと育つじゃないですか。これ三方よしって私言ってるんですけど、離婚後の生活ってどうやったら、やっぱり離婚後も子供は大きくなっていくので、親子の形っていうのはいろいろあると思うんだけど、やっぱ子供の成長を考えた時に父親も母親もきちっと向き合っていくっていうのが大事なので、そんな話をこのセミナーさせていただいてるんですね。はい、で私のその事例とかその辺のお話もさせていただいているので、よかったら12月の1日、今回夜の部ですね、18時半からですので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後の方にありましたね、はい、じゃあどうですか、はい、今日はまとめに入っていいのかな、そろそろまとめに入って、はい、はい、じゃあ今日はどうですか、来てみて、なんかこういろいろ話してて、多分ね離婚の話って自分のことってそんなに普段話さないじゃないですか。話さないですね、すごく勇気はいりましたね、うんうん、どうですか話してみて、実際カミングアウト、いやーねー、うん、でもあの、うん、やっぱりなんだろう、何かこういったことから何らかのヒントがね、うん、持っていただけたら嬉しいですけど、うん、なんかお役に立てたかな、いやきっとねお役に立ってると思う思います、いろんな人の、まあ、それがどういうお役かはね別なんですけどね、はい、だから本当に切実にそう考えてる方のお役にも立ってるだろうし、うん、なんか人の生活垣間見たいという人たちのお役に立てるかもしれないしね、うん、いろんなことあると思います、うん、あとですねやっぱりあの頃は、うん、まさか今こういう世界が広がってるっていうのは、うん、もう思いもよらないこと、子供も持つこともそうですけど、うん、なのでやっぱりね、うん、まあ、未来って結構すごい広がってる、思いもよらないほど、いや僕はね例えば主婦の方で家にこもってて、うん、それで世界が見えない人っていうのもいるだろうけれども、うん、こうやってライターをやってて、うん、どちらかというと世界を広く見てる方、うん、でもやっぱりそういうふうにね、うん、狭い世界を見てしまうんだなっていうのをちょっと、うんうん、そうですね、思いました。それはいろんな方を見てみるとそういう方がきっとたくさんいらっしゃるんだろうなと思って、うん、そういうことに気づいてくれるといいですね、これ見てる方、そうですね、仕事をしてる人でもやっぱりその時には違う、ね、会社に行けば生き生きとしてる自分があるのかもしれないけど、はい、自分のうちに帰るとまた違った自分に帰ってしまうってこともあるんですよね、きっと、うん、そうですね、はい、はい、はい、というようなところでまとまりましたでしょうか、はい、はいはい、
今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。ちょっと今日岸井さん遅れました、ね、はい、ごめんなさい。ありがとうございました。